こんにちは、スプリングです。私は今兵庫県神戸市、本日はですね山陽新幹線の撮影にやってまいりました。どこに新幹線あんねんって感じですが、その前になんか鳥さんがいますよ。詐欺ですね。そしてねこちらの方ずっと見るとわかりますかね、あそこに架線柱が見えておりますが、あそこが山陽新幹線です。ちょっとね、新幹線のシルエット組の写真を撮ってみたいなと思ってやってきたわけですが、ちょっと今からね向こうが車がいっぱい止まっておりますが、あそこずっと歩道がありますのでね、あの方ちょっと向かっていきたいなと思います。入っちゃダメ、ため池で遊んではいけません。うん、兵庫県で確かため池の数が一番多いんですよね。あ、違うかな、ちょっと違う方ら申し訳ないんですが、確かそうだったと思うんですけどね。まあどうでもいい情報です。というわけでね、ちょっと撮影地の方向かっていきましょう。お、今新幹線通ってますね。行ってしまいました。さっき見えてたのがこのため池ですね。まあ、また通ってますよ。いや、なかなかの勾配ですね。もう少し行ってみたいと思います。いやいや、もう夏ですね。いや、このたくさんのツタ植物、いや、こいつがね結構厄介なんですよね。まあ、何が厄介か言うたら、このね植物なぜかカメムシがめっちゃ湧くんですよ。いや、私のね家の近くにもこの植物大量発生しまして、もう夏になるとねカメムシがいっぱい出てくるんでね、いや本当に叶いませんよ。いや、ちょっとこれは嫌だね。カメムシの匂いに紛れながら撮るのはちょっと勘弁ですわ。あ、でも向こうの方なさそうですね。バッタが飛んでます。いや本当夏ですね。さあもう少し頑張りましょう。いやいや、ちゃんとカメムシゾーンが終わってくれました。あ、いい感じじゃないですか。あ、緑も綺麗ですね。いや、だいぶ緑も深くなってきましたよ。あ、ちょっとどう撮ろうかな、ちょっといろいろ楽しみ。お、ちょうど来た。これ動画撮んのめっちゃ難しいでしょうね。急に出てきますからね、飛んでるから。あー、ちょっと動画的に難しいかもしれませんが、写真は頑張りますよ。この辺でいいかな。いやいや、ちょうど私の来たタイミングが悪かったのか、列車が来ない時間帯になってしまいましたね。うん、もっと序盤急いできたらよかったですね。まあ別に絶対撮らなければならないものではないので、まあ時間さえ待てばね、列車行ってきますから、まあそれを狙っていきましょう。とりあえず準備は完了しております。まあ、太陽がねほぼ真上にあるんですよね。まあなので側面にはね光はおそらく当たりません。まあ、その流線形の顔のところに少し光が当たるかなと思うので、結構ね、今回はアンダーめな写真を撮ってみようかなと思っております。いや、ちょっと早く撮りたいですね。結構難しそうですよね。トンネル音が普通するんですが、すぐこの後ろ道路ですから、この車の音で結構かき消されております。いや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 、新幹線来ちゃいましたね。やっぱ動画撮れねえわ。いや、しかも難しいね、しか S でしたよ。あー、もう動体視力の問題でもありますね。いや、ちょっと慣れるまで時間がかかりそうですよ。いやー、陰湿な雲ですね。なんで嫌われてますね。曇っちゃったよ。まあ、曇ってしまいましたが、少しね構図的に難があってね、まあこれで、まあ曇ってくれてよかったかなと思います。まあ失敗写真ということですね。いや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 、ひどすぎるわ。なんですかこれ。おい、なんでいつもこうなるんですかね。なんか太陽の方にずっとこんなちぎれ雲がやってくるでしょ。本当に
やばいやつらですね。まあ、これでね、だいたいね、電車の通過時間の予測ができましたので、動画もこれからしっかり撮ることができます。いや、ほんと早いですね。ほんとシャッターを押すタイミングね、非常に難しいなと思うんですけども、しっかりね、切ることができました。非常にかっこいいのが撮れましたよ。さあ、そしてまたまた新幹線やってまいります。今度は東京方面ですね。いや、トンネルから出てくるので、なかなかタイミングがつかみづらかったですけども、やっぱりね、難しいですね。日の丸写真のような感じになってしまいました。いや、修行が足りません。またそろそろね、列車がやってくるはずです。またまたトンネルから列車が出てまいりました。しかしながら今回はね、きちんと撮ることができました。いやー、シルエットが浮かび上がって非常にかっこいいですね。いいのが撮れました。いやいやいや、ちょうどいい切り位置で撮ることができました。ちょっと反射して見づらいですけどね。この調子であと2本ぐらいは撮りたいですね。さあ、そしてまた列車がやってまいります。今度は後ろからかな。いや、ファインダーだけ覗いてるとね、いつ一番後ろが来るかわからないんですが、まあこれはね、まあ許容範囲でしょう。非常にかっこいいのが撮れましたね。いや、ほんとね、急に出てきますからね。まあ、このすぐ後ろが道路っていうのもあって、車の音とかでね、新幹線の音はほとんど聞こえないんですよね。まあ、ですので、うわ、来たっていうような感じで、シャッターを押すということになるわけですが。まあ、ちょっとね、今こういう感じで、またすぐ後ろからね、やってくるんですけども、どのタイミングで来るかっていうのは本当に予測しづらいんですから、皆さんもね、いつ来るか予想しながら動画を見ていただければなと思います。少し喋るのをやめたいと思いますよ。まずは喋ってた頃の1本目ですね。いやー、これはこれでかっこいいんじゃないですか。そして私がよしと言いましたけど、こんな感じですね。やっぱりこの白色が来るとかっこいいですね。本当に新幹線でかっこいいなと思います。いや、こんなところで被るんですね。しかしながらね、新幹線無事撮ることができました。非常にかっこいいなと思います。いや、ほんとこのシルエットが浮かび上がる姿ってかっこいいですよね。今度は少しね、写真じゃない動画もね、望遠気味に撮ってみましょう。まあ、これがね、ファインダーと同じの画角なんですけど、切り位置本当に難しそうですよね。いやー、本当にね、もう動体視力がものを言うというような感じでございます。いやー、やっぱかっこいいですね。まだね、30分ほど上りが来ない時間帯に入りました。10分後にね、下りののぞみ87号がやってくるんですが、撮るかどうか迷ったんですが、調べてみると N700S のようですので、それだけちょっと最後撮ってね、締めようかなと思います。いやー、エースはちょっと決めたいですね。一発目ちょっと失敗してますからね。なんか重機が求愛のダンスをしているように見えますね。面白いな。というわけで最後は N700S で締めることができました。いや、S もね、シルエットで非常にかっこいいのが撮れてよかったんじゃないかなと思います。また機会があれば撮りに行きましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、
高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。